武田塾では新年度配布イベントを開催中。今すぐ君の志望校合格に必要な参考書を知ろう。詳細は概要欄から。皆さんこんにちは、武田塾の高田です。森田です。今回は共通テスト英語の振り返り高2生アドバイス、森田先生と取っていきたいと思います、はい、前半ね英語リーディングについてで、後半では、リスニングについて、はい、でリスニングの方を川野先生と森田先生でやっていきたいなと思います、はい、じゃあまずはリーディングの振り返りから。はい、2024年共通テスト終わりまして、でちょっとしばらく経ちますけども、はい、改めて共通テスト英語リーディングどうでしたか。いややっぱりきつかったですね。いや量も多いし、はい、森田先生的にはここがきつかったんじゃないかと思うポイントとか。あ、まあやっぱり第5問ですよね。5問、はい、登場人物が3人、はい、多いやつですね。そうです、あの、まあ、ストーリーが想像しづらいというか、うんまあ、場面を思い浮かべるのがとても苦手なんですよね、うん、なんででしかも怒った順番を答えなさいって言って、はい、答えの頻度がバラバラ、はい、でもなんか森田先生がだから予想当てたぞみたいな。あ、そうですね、まあ、やっぱりバラバラにしてくるだろうっていうふうにしました。でそこが難しくなるっていうのが、うんまあ、今回の共通テストの予想として出してたら、はいはいはい、まあ、やっぱり当たりましたね。なんでこう今高2生の人は、また共通テスト直前ね、森田先生多分予想すると思うんで、はい、森田先生は結構当てる能力あるんですよね。あ、まあ、そうですね、長い目で見てますからね。なんで、まあ、あのぜひ引き続き森田先生の、ね、はい、動画はチェックしておいてほしいなと思いますけども。で、まあ、今回、まあ、試作問題が、ね、はい、出てきていますけど、新形式っていうので、はいはい、じゃあ今の高2生の子たちのためのってことですね、はい、引き続き、まあ、量が多いとかですね、うんうんうん、文が長いとかっていうのは、まあ、踏襲されてくるし、うんうん、まあ、推測問題、照らし合わせ問題とかですね、うんうん、で答えの順序バラバラっていうのは踏襲されてくる、うんうん、くると思うんですが、うんうん、やはりこの新形式ですね、うんうん、それを心配している子たちが結構いると思うんで、そちら話していきたいかなと思います。お願いします、はい、でやっぱり今まで以上に新形式は読む聞くだけじゃなくて書く話すですね、ここにもっともっと焦点が当たってくるっていう感じだと思いますね、うんうん、まあやっぱりライティングのですね一番おって思ったのはですね、挿入ですね、うん、この極挿入問題が出るっていうので、うん、いわゆる接続副詞が、まあ、試作問題では並んでいるんですけども、でその接続副詞をこのライティング中に入れるっていうやつですね。これ文と文のつながりっていうのを示すってやつなんですけど、うん、こういった問題は、まあ、今ですね2024年までの共通テストでは出てなかった形式になりますので、うん、そしてあとはトピックセンテンスを直すとかですね、その段落中のセンテンスがあって、そのセンテンスを、まあ、先生からの指摘があって直した方がいいよとかって言われてそれを直すとかっていうのが出てきたりするので、まあ、ライティングということに、まあ、重きを置いてるっていうのが分かります。それで、じゃあ、試作問題ね、概要欄に貼っておくので、ぜひそちらも見てもらえたらと思うんですけど、確かにこれ独特だな B 問、まあ、ちょっといわゆる昔のセンター試験の第3問に近いような感じですね。はい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 、それがもうただがっつりライティングになってって感じですね、うんうん、何かしらの英文があってというよりは、はい、あなたが書いた英文でですね、うんうん、その中でこれが抜けてますよっていう指摘が来ました、うんうん、そういった本当ライティングを意識するものになってます、まあ、ライティング意識なんですけど、まあ、長文のなんですかね、前後関係とか内容をちゃんと読もうねみたいな感じですかね、はい、で、他にもスピーキングとの中でも発表っていうのをやっぱり意識してるんで、はい、そこをもっとやってくるっていうか、今までのまあ共通テストのやつ一応発表は意識してるんですよ。だから、まあ、はい、毎回あなたは何々ですって書いてるじゃないですか、うんうん、最初の一番最初のところ、うんうん、あれってあなたはこれを使って発表しますよっていうことなの で、うんうん、でなんで長文問題ですけど5番とか、ね、うん、第6問とかそうですけど、いわゆる後ろにこういろいろなアウトラインがあって、そのアウトラインを埋めていくとか、うん、スライドがあってそのスライドを埋めていくっていう、あなたが発表する側ですよっていう設定なわけですね、あれって。でも結局はただただ読めればいいっていうだけだったんですけど、今回はその読みだけじゃなくて他の人の意見とかがいろいろ書かれてると。でそのいろんな人の意見が書いてあって、でそれを読んだ上でまとめたりするっていうですね、そういう問題が出てきます。でこれっていうのは、まあ、いろんな4技能試験がやりたいやつなんですよね。うん、なるほどなるほど。でスピーキングとか、ライティングの力もこう入っているようにするっていうやつなんですけど、まあ、本当にいろんな試験が作ろうと試みてることですね。大学入試センター側もその本当は4技能の試験、英検みたいに4技能を試したいけども、はい、でも現実難しいけど、そのリーディングの中でライティングの要素とかスピーキングの要素をうまいこと入れ込みたいなと。そういうことです、はい、いうことですね。だから英検対策とかがもしかしたら共通テストの力を伸ばすことに、うん、いや間接的に役立つかもみたいな。そうですね、まだ GTEC とか TEEP とかそういったものがまあ目指しているところと、まあ、似てるなっていう感じですね、うん、やっ
っぱ森田先生さすがもう英語業界全体を分析して共通テストはこういう形を目指してるんじゃないかと推測していると、うん、そういうことですね。まあ、森田先生ぐらいねその英語を研究してたら、はい、まあ、そういうところとかも気になるんでしょうけど、多分今の高2生の子たちは共通テストを同日受けましたと、はい、もう時間を足りなすぎると、うんうん、量多すぎると、うん、共通テストこんな難しいって知らなかったよ、はいはい、しかも森田先生のさっきの話だとさらにまた変わってくるのみたいな、はい、どうしたらいいんだみたいな、絶対間に合わないみたいな子が多いと思うんですけど、はいはいはい、なんかアドバイスとかありますか。まず一つ目に新形式だって言って怯えてる人多いんですけど、はいはいはい、新形式は優しめだっていうのがこれがもうずっと言われてることなので、もうセンター時代からも新しい形式が出たらその年は絶対優しいから、だから落ち着いて解け、だからそこは大丈夫だよと、はい、ただ純粋に多いじゃないですか量が。今じゃあ全然読むの足りないよっていう子もこう1年ちゃんと対策していけば早く読めるようになるというか、あれが間に合うようになるんですか。そうですね、本当に力のある上位層の人たちはもう本当読みで間に合う、でそれが間に合わないって人はですね、説問を覚える訓練ですね、うんうん、まあこれ没入ってこのねチャンネルでも言いましたけど、その人になりきって問題意識を持ってちゃんと説問を覚えるっていう訓練ですね、ここをしっかりやってほしいのと、まあ、あとは視線の型ですね、どこに目をやればいいのかっていうのをちゃんと身につけておくっていうのが大事です。今回よりその傾向が強かった感じがしますね、はい、本文から全部ちゃんと本文を一文一文読むというよりは、説問を先にチェックしておいて、答えの根拠になる部分、該当箇所をちゃんと探すっていう答え探しのような読み方をしっかり身につけておけば、はい、結構時間短縮して読めた受験生も多かったんじゃないですかね、うん、やっぱり順番がまあ予測した通りさらにバラバラになってきたので、うん、あここまでバラバラにしてくるんだなっていう感じですね、また照らし合わせも推測も踏襲してさらにバラバラで分量を増やすって、まあ、4技能試験がやる難しくするテクニックをボンボン詰め込んできた感じなんで、まあ、それに対応する力が必要ですね。だからまあ予想問題パックとか実践問題集とかにも言ってたんですね、僕自身はこれだと優しすぎると、こんな風にはできないから、受験生たちのレベルが上がれば当然問題のレベルも上げなきゃいけないからっていうので言ってたんですけど、まあやっぱその通りになりましたね。なるほど。ということで、まあそういうちょっと普通の長文とは読み方を変えなきゃいけないじゃないですか。次第や国公立の二次だったらちゃんと一文一文丁寧に読んでいけばいいものを、共通テストの読み方を身につける必要があると思うんですよ。理想何月ぐらいから共通テスト用のこう長文の対策、それこそ1ヶ月で攻略で、この本めちゃくちゃいい本で、視線の方っていうそういう答え探しの読み方を身につけられる本になってるんで、この辺の本を多分今の高2生たちは思ってるより早めにやらなきゃダメかなっていう、そう、思ってると思うんですね。じゃないと対応できないなっていう、その長文ルールズや長文ポラリスと同じような読み方を共通テストでしてちゃ間に合わないから、はい、早めにやんないとなっていう危機感は武田塾としてもあるんですけど、はい、そうですね、やっぱり日大レベル終わって、つまり英文自体はマーチより簡単なんで、ただやっぱ受けた人たちは英文のレベルはマーチより簡単なのに、問題がマーチよりむずいじゃないかみたいな意見があったんで、まあやっぱ日大レベルは完璧にしておいて、まあそこから入るっていう形かなと思いますけど、じゃあ今じゃあ勉強始めるよって人は、じゃあ日大レベルが高校3年生になった、まあ、5月とか6月とかに終わったとして、はい、もうそれぐらいから共通テストを意識した勉強は徐々に始めていった方がいいってことですね。でセンター試験の多分読解問題も役立つんじゃないかなと思います。もう古くなっちゃってて使えないかなと思いきや、はい、だグラフとかもやっぱり増えてくる予想ですけどね、うん、であとはやっぱりストーリー物語入ってた時代ありますから、うん、まあ、だから今回やっぱ奈良とか開成とかつくこまつくふみたいな常に小説の問題で高校入試突破してきた人たちに有利したよ、やっぱり奈良とかつくこまとかの高校入試の問題も詳しいんですね。解いてますよ毎年。あ、なるほど。で小説の対策をしてたみたいな、はい、難関高校入試って小説なんで、はい、絶対、そうなんですね、絶対小説出るんでもう東大意識して作られてるんで、あ、だから東大の第5問が小説じゃないですか、はい、だから東大志望有利やなとちょっと雑談ですけどちょっと思いましたけど、思いました。なんでそれを勉強してる、もう高校入試で勉強してた超一流校に入ってる子たちは有利だなと思いました、うん、じゃあ、 まあセンター試験の過去問で、まあ、また近くなったら森田先生がこれとこれとこれやれよってまとめて多分教えてくれると思うんで、はい、まあ、そういう題材はあるんだよっていうことで安心してもらえたらいいなと思います、はい、で引き続きまた新しい試作問題が出たら森田先生レビュー、はい、武田チャンネルでもしてもらえると思うので、そしてもう共通テスト本のね改訂もしますから、改訂もまた、はい、じゃあ毎年毎年あれは変わっていくものなんですね。毎年変わっていくものです。おお、すごい、はい、でしかも今回は予備問題もいっぱい用意してます、はい、もう形式に合わせて変えるみたいな形で、そういったもう模試を何
セットか用意しておいて、はいはいはい、それで新しく出てきた試作問題に応じて変えるとかっていうのも準備してます、はい、あ、じゃあどんなパターンが来ても大丈夫なように、そうですね、備えの備えを置いてくれてると、はい、それぐらい備えまでして今回気合い入れて、はい、かかってますんで、はい、何が来ても大丈夫ってことですね。そうですね、はい、ということで森出先生も1ヶ月で攻略の改定、はい、準備中らしいのでその続報もまた待ちたいと思います。というわけでここ2年生のみんな結構共通テスト英語リーディング難かったでしょと、本気で対策しないと間に合わないぞということで頑張って対策していきましょう。ではここからリスニングに入っていきたいと思います、はい、まあ、そもそも今回の共通テストのリスニングはどうでしたか。ちょっと受験生を舐めすぎたかな、うん、舐めすぎた、ね、はい、どういうことですか。いや、やっぱ受験生のレベルが上がってると思います。なるほど、はい、予想した通りそこまで変えてくることはまあまずないんじゃないかって言ったんですけど、はい、まあ、その通り変えていかなかったら、まあ、できるようになってた人たちがだいぶ多かったってことですね。なるほど、なぜ受験生たちはできるようになってたんでしょうか。やっぱり僕の本とか出てたんで宣伝かまあでも確かに、はい、あのもうこのね参考書の対策とかしてたらまあこれ取れるよなっていう内容ではありましたよね。そうなんですよ、うん、なので、まあ、受験生がやっぱりできるようになってきてるっていう印象ですね、はい、なるほど。でちょっとね今これ高2向けなので、はい、高2生だとそもそも協定のリスニングってどんな問題出るんだよって子はいるので、ちょっとそこから簡単にお話しいただけますか、はい、まあ、そうですね、まあ、様々な形式の問題が出てきますね、はい、まあ、1回しか音声が流れないのもあれば2回音声が流れるものもありますし、まあ、いわゆる絵ですね、はい、絵に合ったものを選ぶ問題があったりとか、うん、グラフが出てくるものがあったりとか、はい、様々なパターンが出てきます、うん、ではまあその様々なパターンが出てくるこの協定のリスニングは、まあ、具体的にどういった対策をこれから高2生はしていったらいいですか、はい、まずやっぱり絶対的に音声が聞こえるようにならなきゃいけないっていうのがあるので、はい、きちんと表現を知っていくことですね、うん、だから単語帳とか舐めてはいけません。きちんとやって知ってる表現は聞こえるんで、そこをちゃんとやっていくことですね。でその時にやっぱめちゃくちゃな発音で覚えてる人多いんで、はい、そうではなくてちゃんと音声も使って、きちんとした正しい音を覚えていくっていうのをまずやることが大事ですね。でその後できちんと解き方ですよね、はい、どういう風に設問を見るのか、はい、そしてどういう風に音声を聞くのかっていうですね、そういった勉強をしていくのが大事になりますね。なるほど。まずはその英語のそもそも土台として、まあ、単語のレベルからしっかりと正しいまず発音だったりを確認していって、でそれがしっかりと出来上がったら今度解き方とかの方法論に入っていくみたいな、はい、イメージでいいですか、はい、うわでも今見てる子たちからしたら多分まだ英単語一冊目も完璧になってない子結構多いと思うんですよね、うん、そうするとその音声までしっかり正しく認識してって勉強大変そうだなと思うんですけど、はい、これどうやったらいいですか。まあ、まずはいいです、うん、あのちゃんともう意味を注視してやってもらっていいと思うんで、はい、もうそれでまあ一期一役でバババババって、ただ発音記号読めないとかっていう人はその分かんないやつだけでも音声確認してほしいですね。ちょっと怪しいなと思ったら、はい、まあね、最初は面倒かもしれないけど、まあ、音声聞いとくと後々楽になってくるよっていう感じですかね、はい、まあ、あとはまあこれ結構覚える時から最初からもう音声聞いちゃうっていうの個人的には一番いいんじゃないかなと思ってて、はい、まあ、結局それが音声と結びつけて意味もこう覚えるっていう、なんか覚える取っかかりが一つ増えるみたいな感じで、はい、そうですね、はい、自分自身は英検の勉強してた時は音声で覚えてましたからね。あ、やっぱりそうなんですね。もう音声流して英検1級とかもう見るだけで嫌だったんで、はい、もう音声聞いてもうその聞いて答える、はい、聞いて答えるっていうので音でやってました。そうなんですね。森田先生はもう音声からも入ってたっていう。はい、そうですね。ぜひ高2生 もうこの音声からも正しく認識して意味も覚えていくっていうのを取り入れてほしいですね。じゃあそれでまあ単語帳をしっかり音声も聞きながら覚えましたと、はい、そしたら今度方法論入っていくんですけど、はい、その解き方は何で学んでいけばいいですか。まあちょっと改訂版今作ってますんで。作ってるんですか、はい、まだあと問題はちょっとですね、試作問題の2つ目がまだ出てないんで、はいはい、どのように変わるのかっていうのですね、はい、まあそこまでリスニングに関しては、うん、まあ、変更はないんじゃないかという予想がされているんですが、はい、まだまあ待っている感じですね。なるほど。でとにかくまあやってほしいのは、まあ、この、ね、チャンネルでも言った没入ですよ、はい、自分がもうその登場人物になった気持ちで聞く、うん、場面を想像して聞くっていうのめっちゃ大事、うん、いやこれね、いやさすがね森手先生だなと思ったのが、これね協定の今年のね、はい、直前にこちらの動画を出してるんですよね、はい、直前に何したらもうこの直前期でも点数上げられるか、そこで森手先生はまさにこう没入感みたいな話してたんですけど、はい、今年もねやっぱり昨年に引き続いてこの場面設定とかが重要になってる問題、はい、めっちゃ出たじゃないですか。だからこの没入をしっかり意識して普段から練習できてた子は比較的ね今回高得点取れたんじゃないかなと思うんですよね。そうですよね、うん、絵の問題とかでも、ね、これが私の写真なのって言って、うん、ね、一番可愛い子が自分だみたいなね、はい、コメントも来てましたもん。みんなもう聞く前からこの子だろうって、うん、正解はこれだろうって思って聞いてましたから、うんうん、なるほど。じゃあ没入できてればもう聞く前から答えの予測はできてたみたいな、ちょっとね、まあ、それは今回ちょっと特殊かもしれないですけどまあでも確かにそのぐらい、まあ、実際の場面にこうなりきって聞いてみると、はい、内容がスーッと入ってきやすいっていうのは間違いなくありますよね。間違いないですね。ということでじゃあ、まあ、森手先生のその改訂版をこ
こう待ちながら、実際にそれが出たらその没入感だったりも意識しながら解いてみてほしいという。そうですよ、やっぱり一番難しかった問題ですけど、うん、はい、ガラスをちゃんと作ってる場面を思い浮かべてた人たちはやっぱ取れてた、はい、なるほど。でも多くの人はそれが浮かばないと、その場面がっていうので、浮かべたかどうかっていうのは大事なんだって今回も思いましたね。あとね、今回やっぱり気になったのが、問題のその場面設定日本語で行われるっていう、はいはいね、これってなんかちょっと英語を問う前になんか日本語力も問われちゃうんじゃないかみたいな、これはどうなんですか。まあ、多分だから先読みする時間が短い分、うん、それをまあ優しくするために日本語にしてるんだろうなっていうのが、うん、まあ向こうの狙いだと思いますけどね、うん、日本語読めないネイティブたちは解けないっていうとりあえずまあ受験生はやっぱりこれまあ日本語で書いてくれてるから、もうこの先読みいかにもう素早く的確にできたかが勝負の分かれ目、ね、やっぱり今読みなさいっていう放送があるぐらい、先読みっていうのを重視してるっていうのは分かるの で、その時の時間を考えて、あ、日本語にしないとこれ読めないよねみたいなのがあると思うのでやってるので、共通テスト側からのメッセージですよね、はい、きちんと先読みして状況を思い浮かべて解きなさいっていう意味ですよね。まあ、この先読みをしてっていう、まあ、この解き方のこう流れって、一連の流れってやっぱりね、数回やっただけだと多分なかなかこう自分の身につけるのって大変だと思うので、はい、このリスニング協定に向けたこのリスニング対策っていうのはやっぱり早めからやっていけると良さそうですね。でそしてやっぱり4技能入試で特徴的なグラフの読み取り、はい、データの読み取りっていうのが、まあ、もっと大事になってくるだろうなっていうのが予測です。で、まあ、今のところ2問ですけど、はい、共通テストで、がっつりとそのグラフが出てくるのは、それがどうなるか、もっと増えるのかっていうのがちょっと、まあ、見ものだなと思ってます。まあ、グラフね、結構苦手だよっていう子も多いと思うんですけど、まあ、これはもう今後の改訂版に期待してという感じになりますか。はい、そうですね、まあ、いろいろ試作問題新しく出たら、うん、もうすぐに対応できるように今動いてますので期待しておいてください。わかりました。とにかく、まあ、これリーディングの時にも言ったんですけど、はい、話すとか発表っていうものですねを重視してますので、はい、そのデータから発表するものを作り上げるっていうですね、はい、発表するため の、 そのアウトラインだとかを作るっていうのが、うん、まあ、この共通テストの目標になってますので、そういった自分は作る側だっていうのをですね、うん、イメージして、ぜひ聞いてもらえると助かるかなと思います。では今回の内容を参考に、ぜひね、高2生も早めからリスニング対策を意識して勉強を進めていきましょう。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。